はい、続いてね、ズッキーニです。これもね、母の知り合い の 農家さんですね、苗を作っている農家さんから苗買ったんですが、その時のおまけとして1本もらいました。で、やはりどう見てもね、自分の知識からではかぼちゃだよね。で、調べてみたら、ズッキーニはかぼちゃのようにね、つるが何メーターも伸びていかない、つるのないかぼちゃだよっていうふうな説明がありましたので、じゃあそんなに広い面積いらないねっていうことで、今ちょうどね、先ほど説明した、巨峰のハウスの隅っこの方にでもちょっと植えとこうかということで、今巨峰のハウスに来ました。はい、でこれから植えたいと思います。よいしょ。よいしょ。大丈夫だね。で、大体1メーター、2メーター四方ぐらいをちょっとパッと見ね、この辺で2メーター四方ぐらいかなと。まあ、あれば、なんとかなるかなと思って、この辺に植えてみたいと思います。よいしょ。いつもの移植も後手ですね。移植後手でもうここはね、ビニールハウスの下なんで、雨は降りませんなもんですから、ちょっとね、換水をしてやらないとね、ちょっと厳しいのかなと思います。よいしょ。これも結構ね、根回りいいですね。こんな感じでね、結構下まで回ってます。よいしょ。はい、だいたい平らに なるくらいですね。はい、で、竹石農場はいつものようにちょっとね、土手を作ってやって、よいしょ、ちょっとね、2、3日上路でね、水をかけたいと思います。まあ、暖かいんでね、2、3日もすれば、新しいね、根っこが出てくると思います。よいしょ。はい、よいしょ、よいしょと、よいしょ。じゃあね、この土手作りましたんで、土手に水を回していきますと。よいしょ。まあ、ブドウもね、時々水かけるんで、頭からさーっとかけてやってもいいのかなと。ちょっと水がしみるのを待って、もうちょっとかけようか。よいしょ。よいしょ。はい、よしと。こんなもんで大丈夫かな。はい、これでね、2、3日ちょっと面倒見てやってね、その後は多分、巨峰に水を時々、やっぱり真っ白く乾燥した時にね、ブドウに水かけてるんで、それと一緒にかけてやればいいかなと思います。何しろね、ズッキーニは初めて作るんで、どういうものができるのかっていうのもね、楽しみで、これからやっていきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。